にちは。2024年11月3日です。降雪線までやってまいりました。ここは三春公園、三春っていうんですかね、三春ですかね、公園内にあります。ここは紅葉の名所ということです。明日までですね、ライトアップ、4日まで、11月4日まで、ライトアップということで、16時からですね、ライトアップです。今回はちょっと、16時までちょっと前、早かったんで、無事、到着できましたが、まあ、ライトアップはちょっと待っておりませんでした。入るので、駐車場に入れるのですね、時間かかりました。20分ぐらい、待ってましたでしょうかね。車がずらっと並んでまして、2箇所あるんですよ。で、係の方がここで待ちますか、順番に入りますよって、いうことを言われまして、じゃあ待ちますということで待ってまして、20分かけて夜間に入りました。中に入りましたら、私の車もちょっと大きいもんですからね、なかなか U ターンして狭い駐車スペースに入れるの大変だったんですよ。で、何回か行ったり来たり行ったり来たり行ったら、係の方が見てきてくれましてですね、あんたの車大きいからこっちにいらっしゃいということでですね、別枠に止めさせていただきました。そちらの方はキャンピングカーが止まってまして、そのキャンピングカーが出るかもしれんからその前5メーターぐらい開けて前の方に止めなさいということで誘導してくれまして、えらい楽なところに、止めることができまして本当に良かったなというふうに、思っております。この降雪園はですね、旧岩船邸ですね、岩船市の庭園としてということです。道内唯一の国定文化財、庭園というふうに、なっています。なかなか立派な建物をなかなか中にはあります。もみじ、それからカエデ、イチョウですね、そういうものが植えてあります。そしてここの葉っぱはですね、薄いんですよ。薄いということは光が通るということです。従いまして京都と同じような感じでですね、こうなんて言いますか、綺麗な、透き通った、いわゆるセロハンテープで、ね、セロハンを透かしたような感じの、葉っぱが見れるところです。紅葉が見れます。本当に綺麗ですね。北海道の葉っぱっていうのは結構暑いんですよね。だから単に光を反射するんですが、ここは本当に光が通るんですよね。で、非常に綺麗だなということで、います。今回はこれで良かったなということです。駐車スペースちょっと並ぶのが大変だったんですけども、ここまで来たからもう7時前ということで、車の中で YouTube を見ながらですね、過ごしておりました。ライトアップの時間にはちょっとあったんですが、まあライトアップで待ってることもないなということで寒かったんでですね、さーっとぐるっと回ってですね、撮影してきました。結構奥の方まで入ってまいりました。たくさんの写真を撮ったんで、ご覧いただけてるんじゃないかなと思います。降雪園は過去3回か4回、来てますんで、私の動画撮ってますんで、そちらの方ではライトアップした時も撮ってます。よろしかったらどうぞご覧ください。ここは何年経ってもさほど変わりませんよね。なんで、去年一昨年の動画とか見てもですね、変化はないぞという、ことですが、ここに来れてよかったなということです。ここ春はですね、どうなってんでしょうかね。桜があるんでしょうかね。ちょっと桜も多分あると思うんですけども、とにかく紅葉は綺麗ですよね。赤だとか黄色とか緑もあるんですけども、この赤が本当に、綺麗ですね。今回は、ここを来るのは目的です。雨も降らずですね、天気はまあ、いいということです。ここに行きますから、両方お願いしますということで、来ました。神仏にお願いしてですね、ちょうど3日の日、ここしか、あとは雨だから、なんとかこの3日の日に行けますようにというふうに、お願いしてですね、出てまいりました。道路の方も混んでるかなと思いましたら、そうではありませんでした。5号線順調に行きます。さすがに函館の街の中入りますと、そこそこ混んでくるんですけども、それほど渋滞に巻き込まれることもなく、スムーズに、来ることができました。問題はですね、駐車場入れるかどうかだったんですよね。この奥です、北側の方にですね、もう一つ広い駐車場があるんですよ。私は南側にしました。南側の駐車場狭いんですよ。狭いですけども、係の方が誘導してくれるということで、南側です。北側の方はちょっと広いんですよ。でも、係の方の誘導がないんで、中に入って、止めるスペースがなければ並んでますという、ぐるぐる回ってますということです。今回は、みんな、こっちの南側の方はですね、空いた車が1台出てったら1台入れ、1台出てったら1台入るという、ことをやってくれるので、必ず、止めれます。道路の方は狭いんですけどね、道路の方で、車をウインカーつけて待ってて、誘導されて走っていくということです。中の方には出店も出ておりました。3台ほどですかね、車が走っておりました。で、休憩場もあります。暖房が入ってました。
で、まあ、自動販売機があります。トイレが、綺麗なトイレがあります。あとはぐるぐる回ってですね、歩くだけですね。休憩所ではジュースを飲むことだけ。そして、まあ、出店が出てるんで、そちらの方の車で何かを買って、食べるという、まあ、パターンですね。ですが、まあ、そういうことあるんで、なかなかここもいいです。設備的にはなかなかいいなというふうに思いますね。のんびり歩けます。広いですね、この庭園は。よくぞこれが岩船市、よくこんな庭園作ったなというふうに思いますね。昔の方ですから、やっぱり相当お金持ってたんでしょうね。今だったらとてもこんなことはできませんね。ですが、素晴らしい、庭園です。手入れもちゃんとされております。手入れするの大変でないかなというふうに思うんですけども、ちゃんと、国定公園でないな、なんか文化財に指定されてますんで、その辺の手入れもしっかり、されてるんじゃないかなというふうに思いますが、なかなかいいところです。まあ、ここは三春公園っていうんでしょうかね、の中にある公設園、です。まあ、私のカーナビは出てこないんですがね、公設園っていう老人ホームが出てくるんですけどね、まあ、いいかなと思って老人ホーム出てきて、そう過ぎていくと、この、公設園がありますんで、そっちの方まで、入っていきましたが、まあ、函館、本当にせっかく来たから、もうちょっといろんなとこ回ってみようかなというふうに実は思ってたんですけども、日が短くてですね、ここへ来るともう夕方なんですよ。4時頃になっちゃうんですよね。で、もうすぐ、4時半になったらもう日が落ちてくるんで、ああ、もうダメだということなんで、今の時期は、一箇所だけですね、来て、撮って、すぐ帰ろうと。いうことです。まあ、今回、長距離ドライブ、まあ、これから雪降らない時だって、まだ雪降らなければまだ行くんですけどね、雪が降ってきたら長距離は出ません。近くでうろうろして、まあ、います。ということで、まあ、次に出てくるのが、まあ、雪が溶けて、4月ですね。4月、あ、2月も行けるかな。2月ですね。2月頃だったら、峠越えができるかなというふうには思うんですけども、まあちょっと様子見ながらということで、今回は、まあ、紅葉、函館まで最後だなということで、来てみました。まあ、結構、私の車結構長距離楽なんですよね。タイヤの方もですね、エアをちょっと少なめにしてます。2.3キロですか、今入れてるの。それがもう多分2キロぐらいにまだ落ちてきてるんじゃないかなと思いますね。おかげでふわふわしてますよね。もうふわふわしてるんで、スプリングの硬い部分はですね、タイヤのエアで補ってて、ふわふわしてます。ちょうどバスに乗ってるような感じで、ふわんと行くんですけどね。まあ、そんな、まあ、あんまりエア抜くと、タイヤが減ってしまうんですけども、まあいいかなと思ってですね、クッションは最高にいいですね。それから防音もやってるんで、静かですね。静かです。23万キロ走行した割にはまた全然、元気ですね、車の方も。まあこれで今日は車中泊をしてですね、七重の七重で、ね、一泊させていただいて、そして、暖房を使ってウイスキー一匹飲んで、あ、ビール飲むかもしれませんね。で音楽を聴いてゆっくりしていこうかなというふうに思って、出てまいりました。まあここまで来ればですね、もう安心なので、あとはもう、道の駅で泊まるだけだということですよね。来るときやっぱりね、あ、こう不安ですよね。大丈夫かな、あ、渋滞するんじゃないかなとか一番気になってましたね。だけど渋滞ないようにということで新聞にお願いしてまいりましたので、渋滞もなくですね、スムーズに来ることができまして、これから感謝ですね、感謝をして、寝ようかなというふうに、思っております。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、また別チャンネル RGY の方ではフリー撮ってますので、よろしかったらどうぞご覧ください。失礼いたします。